釉約がなく、裏表とも連続性の階調変化がある。形状は S 瓦。典型的な曜変瓦。形状は S 瓦。曜変瓦の思考風景。一枚一枚、色彩が異なるので、配色を考えて思考する必要がある。静谷学校の院室に使用されている、曜変瓦、曜変瓦とは、粘土瓦の一種で、釉約を使わずに、 微前焼きと同じ製法で色調を出す瓦である。粘土瓦は、有薬瓦と無有薬瓦に分けられるが、洋変瓦は無有薬瓦に分類される。洋変瓦は、微前焼きと同じ手法で酸化塩と還元塩の焼き具合のみで色調を出し、一枚の中にも連続的に色調が変化するのが特徴である。仕上がりの予測が困難で、ぶどまりも悪く、仕上がった色調によって、 ロット調整をする必要がある。また素焼きと還元調整の二度焼きが必要となるために、高価な瓦となっている。S 型瓦の商品が多いが、平瓦や日本瓦などの形状も広く流通している。焼き村は、窯の中に注入する酸素ガスを調整し、窯の中の環境を変えながら瓦を焼き上げることによって行われる。酸素が多い部分は、 瓦中の鉄分などが摂取1200度程度で酸化調整され酸素が不足した部分では摂取1100度程度で還元調整が行われる。加熱にはガスバーナーとともに意図的な還元塩域の確保のためにオイルバーナーも使用されることがある。焼き上がりの色調が再現しにくく同じ会社の同じ商品でもロットによってばらつきが大きい。 また素焼き瓦なので太陽の角度や光雲によって見え方が大きく異なり屋根に敷く場合も一枚一枚の色ムラが強いために配色を考えて設置する必要があり手間暇がかかる焼き方のみで色調を管理するのは高度な技術が必要であるために洋片瓦に似せた模造品が普及している素焼き瓦に練り込み瓦の技術を応用したもので 粘土に弁柄を練り込みむことで瓦を赤く発色させたり、マンガンを練り込んで黒く発色させることで、洋変瓦に似た素焼き瓦を安定的に量産する方法がある。またこのような2種類の粘土をランダムに混合して、素焼き瓦に洋変瓦に似た小模様をつける方法も考案されている。素焼き瓦にスプレーで部分的に釉薬を散布して洋変瓦に似せた。 製品も広く流通している。上段が本物洋変瓦。下段が素焼き瓦に釉薬を飛ばして洋変瓦に模した製品。同一製造元による瓦である。ありがとうございます。